もちろん株価は大事だと思います。ただそれだけじゃないでしょっていう話だと僕は今聞いていたんですよ。だから株価は大事だと思いますが、はい、株価を意識してはやりません。なるほど、これは大事だと思います、はい、やっぱりコンセプトがしっかりしてないとですね、うんうん、結果は後からついてくるものだと信じてやるしかないんですよ、はいはい、だけど我々の着目点はですね、うん、人というものに対しての着目点は私は決して間違ってないと思います、うんうん、ですからここに張らない限りですね、うん、日本の復活はないと思います。なるほど、流出、海外への国富の海外への流出を止めて日本にて 外貨を稼ぐ方法を考えるのではないかという三田さんのご指摘、これはそのままでよろしいですか。そのままでいいと思います。なるほど、要するにその、はい、稼ぎ出すというか、うん、新しいものを作り出す源泉も人ですし、うん、その新しいものがお金に変わっていくというのが資本主義経済社会です、はいはいはい、ですからその宝というか、うん、最大の資産が日本国内にあればですね、うん、当然そこにお金は集まってくるんです。日本国内で外貨を稼げるようにするということは何が起きるのかというと、国内における産業の生産性とか効率性とか強さを増さなくちゃいけないと僕は思います。そのためには例えば労働の流動性を高めるとか、まあ、当然労働の流動性を高めるということは何が起きるかといえば新しい職能を得て新しい仕事に就くとか、そういうことも含めて、ないしは企業の統合なんかも必要かもしれない。そういうものを考えて日本経済全体のダイナミズムを高めようとしているように僕には聞こえます、うん、それの先にあるものというものはやはり多少のその賃金も上がる可能性もあるし、トータルの国富も上がるかもしれないけど、変革期における多少のショックは今の株価もそうだけれども、みんながエイヤでなんか進んでいく部分っていうのがこれから先は必要かもしれないというふうに僕には感じるんですけど、いかがですか。必ずこの変革期にはマイナスの部分っていうのは出ますよね、うん、出る。だけど、マイナスの部分をちゃんと補う策とセットでやれるかどうかが勝負なんですよ。で例えば、それは失業なき、うん、職業の移動なんていうことがよく言われますよね。これは僕ね、まあだからそれも一方ですよ、うん、ただ岸田内閣でもうすでにメニューとしてお出ししてるのは、うん、3年間で4000億のパッケージという名前でやってますけれど、はいはい、うん、まさにスキルアップをするために予算を使って、はいはい、で、それが同じ会社の中でスキルアップをした人が、生産性を上げて給料を上がっていくっていうような道筋もありましょうし、パートアルバイトで働いてらっしゃる方がスキルアップをして正規雇用の会社に会社員になるっていうこともありましょうし、もちろん転職っていう道もあると思うんです。もっと言うならですね、やはりそのスタートアップがもっともっと生まれて、企業がもっと生まれてくるとですね、もともと今大企業などものも昔はスタートアップ、そうそうそう、中小企業だったわけじゃないですか。ですからその構造がどんどんデジタルの方に社会構造が転換してきますから、はいはい、そうすると新しい産業としてデジタルの産業っていうのはもっともっと出てきていいはずなんですよ、はいはい、そうするとですね、はい、ゼロだったものから生まれてくるわけですから、ですからそれは何ですかね、その流動性、人が流動するっていうかないところにいきなりできるわけですから、そうですね、流動も何もあったもんじゃないですよね、だそういうのも含めて全部、我々としては人に張るっていう、そういう切り口で説明するのが一番新しい資本主義は分かりやすいと思うので、人に張ってそこで新しい何かを生み出してもらう、イノベーションを起こしてもらうっていうことを、まあ、政府としては最大限バックアップしていくってことをやりたいんですね。人に向かっての投資なんですけども、